はい、どうも、コバでーす。そしたら続きやっていきましょう。ちゃんちょくん元気？扉だらけだ。どこに行くべきだろうか。なんか、豚を追ってるんでしたね。金色の豚やったっけ？黄金の豚やったっけ？謎解きか、岡本さん。君の悪い場所だぜ。何もないっていうのは知ってるさ。だが、なんか妙なんだ。さっさと出ようぜ、レッド。同じ種族なんかこれ。今気づいたわ。レッドとブルーね。失われた魂、いつかこの場所を離れることができたなら。はあ、何言ってんだあいつ。うん、謎解きかな。笑い声聞こえますけど、これあかんな。なんかフラグを立てた進めパターンやな。あ、扉がなくなってる。おー、で電車電車電車だ。車、僕を引いてくれ。何もないよ、何もないよ。ちゃんちょくん、不気味なほど暗いな。あいつヒントを言ってくれそうな雰囲気あんのに全くヒント言ってくれへんな。感想言ってるだけやんけ。着いたか。新マップ来てしまったな。さっきの扉だらけの部屋の秘密全然分からへんだけど。そこで止まれ、赤フード。あー、かっけー。横行しちゃった騎士、こいつライブハウスにいたやん。呪われた城にたどり着くのを止めるために黄金の豚に送り込まれたんだ。お前、黄金の豚の部下かよ。クエストをターチに注意するように一度だけ言う。元の場所へ戻れば傷つけたりしない。戦いたくはないんやな。僕は戦ってみたいぞ。抵抗する。かかってきな。全てを失った騎士さん、戦う闘志だけは失ってないようだな。ねえ、今のまま。はったりだと？はったり言ってへんよ。邪魔する気はないんだ。意味がないしな。どうせ勝てないのは分かってる。うわぁ、失ってたわ。戦う闘志すら失ってたわ、こいつ。がっかりやで。黄金の豚にはボコボコにされたと言っておこう。口裏合わせてくれといいんだがね。まあまあ、ことなかれ主義はいいことやで。いいね、かっこいいね。ありがとう。だね、知ってることをわざわざ言われてもね、そんな嬉しくはないよ。乗りまーす。進んでしまってんのかな。最初の扉だらけの部屋、他のところも行ってみたかったんやけど。おお、急に始まる戦闘パート。このスイッチは何か意味ある？あ、これスイッチ押すことによって前に進むって感じ。おお、っといい。スイッチ押すことによって前に進んでいくって感じか。はい、いいよ。あ、敵キャラいいのはちょっと寂しいな。はい、はい、わっと、いいね、音楽家。はい、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 ゲイ。いやー、寂しいわ、敵の。あ、なんか見えてきたね、奥に。あれ、お城かな。はい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 。おっと、こう敵が出てくるわけじゃなくてもこういう戦闘シーンに入ることもあるんやね。たたたた、集中しろ。3発連続で食らったら死ぬからな。ゲイ、そんな難しくなかったな。移動するのにも大変やで。はい、呪われた城への秘密の入り口、アーバインの郵便受け。呪われた城は目的地なんですか、ちゃんちょくん。あのカートに乗りたいとはもう二度と思えない気がする。はい、しょうもないコメントばっかりだあいつ。ここが黄金の豚さんの家ですか。めっちゃ裏口から入ってしまったよなこれ。あ、側近や、黄金の豚の。どうも、コマです。紫の魔法使い。この城には意識がある。時々ささやき声が聞こえてくる。はあ、
何小村さんが生きてたことについてはノーコメントか。お、なんか BGM が聞こえるよ。豚どこや豚。俺の右腕を返せ。あなたが私の血管を走ってるのを感じます。何それ、どういうプレイ。こいつも、こいつはですか、戦ったやつか。あ、戦ったやつやな。ああ、またお前か。一体何が目的だ。迷惑かけるならよそでやれ。忙しいんだよ、わかんねえか。壁見てるだけやろ。壁と喋ってんのか。前回お前が僕に迷惑かけてきたけどな。あ、セーブポイント。私はここでこの迷路を守っています。でもセーブポイントとしても働いています。はい。え、どうする、迷路って。迷路、迷路への通路が破壊されてしまいました。迷宮の怪物がここに来て大混乱を起こさないようにするためです。何言ってるか分からへんわ。はい、頑張ります。何でしょう。虹の輪郭を持つノームとシルエットの絵。真ん中の人型の生き物が描かれた稲妻の絵。夜の街の絵。真っ二つに裂かれた絵。たくさんの苦悩をする人々が描かれた大火事の絵のようだ。はあ、赤い魔法使いの帽子の絵。なんか意味あるんかな。鍵がかかってると。おお、みんなライブハウスでいたやつだな。扉の鍵は迷宮のどこかにある。俺が置いたんだ。お前置いたんか。これが最高だ、これが最高だって口癖なんかな。どうも川梨さん、なぜ誰にも声が届かないんだ。いや、僕には聞こえてるよ川梨くん。そうやって一方的に会話するからね、会話する友達少なくなっていくんですよ。いやほっはー、こんな不気味な場所で君に会えるなんて。私はここではフレディと呼ばれています。この城には心と魂があると聞いたことがあります。それって本当はどういう意味なんだろう。もしかして秘密の部屋があるのでは。はあ、お、スライム。わあ、ピーナッツくんが好きそうなデザイン。スライムブラザーズのイタレンタルサービスへようこそ。こいつあれやな、前回戦闘シーンで出てきたやっちゃう。夢の世界というか死後の世界で。俺の名前はフラン、兄の名前はマークだ。いいよ。板のレンタルサービスを提供しているよ。どんな板をお探しですか。超長い板。うわあ、あのね、超長い板は扱いにくい。それに相応の値段になるよ。お金持ってないよ。はい、よろしいです。あー、わかったよ。実際あなたが超長い板をレンタルするためには。畜生、忘れた、畜生。おい、マック。何、超長い板をレンタルするには何が必要だったっけ。超長い板を使うためには資格認定、認定証。マジでそんなリアルなもんが必要な。資格が必要なんですか、板を使うのに。はい、証明はある。いやー、持ってへんけどあると言っておこう。足を引っ張るのはやめろ。証明書がないじゃないか。ごめんなさい。面白いさな。やった、受けた。欲しい決まってるだろ。すぐに持ってこれるので心配いらないよ。おい、マック。なんだよフラン、このデクノボーは超長い板材を扱うための認定証欲しがってるんだってさ。そうなんです、そうなんです。よし、用意しろよ相棒。用意してくれんの、マック。マック、なんで戦うねん。やっぱこいつ見覚えあるよな。白黒でこいつら見たよな。ちゃうかったっけ。あ、長い板ってそういうギター代わりに使ってんの。おしゃれやん。いいね。青い方がいい感じにリズム取ってんな。はい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 。その長い板2つをつなげて超長い板にしてくれるんかな。スライムって結構緑が主流な感じするけど、あいつらなんかエモいな。片方はさ、あのお互いがお互いの相手の服の相手の色の服着てるやんね。青い方が緑の服着て、緑の方が青い服着てるやん。この二人はちょっとできてるんじゃない。 OK、 そんな強くなかったわ。これ本当にエキスパートか。君は超長い板を扱う資格認定証を持つに値する。ほら、今鍵壁にかかっている。もちろん
これは君の超長い板だ。ありがとうございます、ありがとうございます。長い認定証は、お前らが認定証を発行してたんかよ。長いな認定証。なんて素敵な証明書が急にちゃんちょく喋り始めた。証明書はここに置いておいてね。それ1個しかないんだ。なるほど。僕が受け取るわけじゃないんやな。 OK、 拾った。これ使ってどっか渡れるようになるんかな。おい、レッド。はい。おお、レッドの顔グラかっこいいな。俺の言ってることが分かったらうなずいてくれるか。さあ、うなずかない。少なくとも俺は何とかしようとしたからな。まあいい、ここでの用事の続きに取り掛かろう。なんかいまいち会話がよく分からんやったな。多分超長い板を使って隠し扉、あ、この左板使っていくんかな。お、あ、セーブポイントさん、ありがとうございます。ヒント、迷路を渡りたいんでしょ。はい、気をつけて。気をつけまーす。なんで喋りかけてきてん。セーブしてた方がいいかな。大丈夫か、このゲームあれやんね、負けてもリトライできるから。どうも、うん、宇宙人さん、ノーズフェラッチェ、用心するんだレッド。クラブハウスで一回喋ったぐらいでちょっと友達ずらしやがって。名前呼ばないでください。名前長いね、お前。ノーズフェラッチェ、ノズちゃんって呼んだらいい。ここには迷宮の怪物が潜んでいる。姿を見られたら逃げるんだ。はい、容赦などしてくれない。あの怪物は何かを守っているらしい。はあ、あ、大丈夫ですか。すまない、それが何か忘れてしまった。ちょっとくしゃみするのやめてくれへん。今のご時世的にくしゃみアウトですよ。分身してる。2人目。これが私の部屋だ。あなたが分身してる秘密を教えてくれへん。大したものじゃない。やめろやめろ、うつるうつるうつる。すまない。閣下もういくつかあればいいんだがな。家具持ってきたら喜んでくれるんか。スーパーテニスが入ってるゲームみたい。私とスーパーテニスをプレイしたいか。はい、わかった。だが警告しておくぞ、私はかなり上手いんだ。僕初心者です。セガー、セガ提供入りました。あー、 目に優しいらいけど目が痛い。そらす？あ、攻撃できる。はい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 。そらすって日本語間違ってるくね。これ打ち返すやん。そして弱くね、この人。名前忘れちゃった。宇宙人さん弱くない？雑魚。ようこいつ強いって息出たな。またプレイしたいって言うなら私はここにいるからな。おいおい、まあ、来たことについてのコメントは、特に何かもらえるわけでもないのね。さーて、迷宮の怪物とやらはどこにいるんですかね。これは迷宮やな。なかなか入り組んでるぞ。これ鍵探してるって感じでいいねやんな。やんな、ちゃんちょくん。レッド怖いよ。ちゃんちょくんがビビってる。お、鍵ゲット。クリスタルの鍵を見つけました。なんか迷わず取れたな。これはあんまりごちゃごちゃ行かずに元来たルートを歩いていきましょう。巨大なクリスタルの鍵、驚く。おお、ちょっと、なんかいた。迷宮の怪物、あんな素早いんかよ。なんかめっちゃでかいやつを想像してた。道間違った。なんか、このステージ、BGM ないの寂しいね。大丈夫か、大丈夫か。来んなよ、こっち来んなよ。いや、なんかちょろいな。意外とすんなりいけたぜ。はい、壊れた。おい、気をつけろ。え、開かんかった？開くんかい。しかし扉の鍵はかかっていない。なんだと？ブラフやったんか。なかなか
かなか濃すぎて使ってくれやんけ。金の豚、黄金の豚。まあ落ちる気はしたわ。わざと今かかったわ。こっからね、何の意味があんねんこのトラップ。ただの嫌がらせやんけ。え、落ちた今。分からへんとな、なんで落ちたんや。あー、なるほど、もう階段自体はなかったんか、あそこに。じゃあこの先は、あ、上に矢印書いてあったわ、こっちね。両方落ちるやん。この場合はどうしたんや。あー、謎解きか。で、あ、こっち行ける、これゴール。おいおいおい、錯覚を使ってくんな。扉のハンドルピースを拾った。はい、こっちセーブポイントじゃないって思ってるけど、まだまだ最大の課題が残っていますね。真実の鏡行きは私の城から出られるようにしてあります。お、扉が喋ってるのか。うーん、青い扉の取っ手の後編かけら、青い扉で使ったらいいんかな。どうも、王宮の石森、俺城の石森、俺大事なもの守る、とても大事。はい、失礼します。一人で行け、一人で行きます。あ、そういうこと、ちゃんちょこう言って行けってこと。ルールはルール、足がないし、こいつは喋れない。喋れへんの、本当に入場を拒否するのか。うん、分かった、お前に、お前たち二人だけ。結構話通じんな。クリスタルと宮殿行きましたね。あ、これか。お前大丈夫か。はい、大丈夫です。どういうわけか、お前さ、いつもよりももっと静かだぞ。喋ったことないけどね。あれ、どこ行ったらいいんや。帰るしかないんか。なんかアイテム必要なんか。鏡を見ながら頑張ればいいと思うぜ。他の面から検証してみては。鏡を見ながら頑張る。他の面、他の面って何。他の面から検証してみれば。入れた。意味がわからへん。自分を見てみろ。はい、ここに来て私は、私を操る権利があるのか。出て行ってくれればいいのに。お前にはうんざりだ。自分が喋ってるんか。この木の鏡、私は前からこうだったわけではない。みんなを守るために私は自分をバラバラに分けた。もう自分からバラバラになったんや。あなたが出て行ったら私が全てを処理しなければならない。それはそれで憎い。やめてくれたらいいのに。はあ、出て行ってほしい。もう二度と話したくない。誰が喋ってんの。主人公の心の声ですか。何やったんやろ、いまいち分からへんたな、話が。ちゃんちょくん何も喋ってくれへんし、ね、別にこれやったら一人で入ってもよかったよね。よくやってくれました。みんなの力に一歩近づきました。また戻ってくることがあるでしょう。そうすればあなたは内なる獣を殺すことができ、通路が開かれます。終わりが近づいています。これであなたは自由になりました。はあ、黄金の豚は、あー、持ってきたんかな。持ってきたな。扉を一つクリアしたってことでええんかな。とりあえず別のところ入ってみます。あ、これダッシュできんな。2回押しでダッシュできる。格ゲーみたい。このドアは壊れているみたいだ。あ、なるほどね。このドアを完成させればええんか。はいはいはい。じゃああと3つぐらい集めなあかんのかな。いや、はい、どうも。工芸品、はい。ミッドナイトタウンに寄っていくかい。ここイラでは一番素敵な場所さ。ちょっと寄っていくか。ちょっとなんか謎の誘惑がある今日な、この扉。イエーイ。ここがミッドナイトタウンね。ショップに行きましょう。どうも、こんにちは。誰もいい品。鍵がかけられてる。あ、生き物でしたか。
私の店へようこそ。就労したお方、どうぞ遠慮せずに私が集めた珍しい植物を見ていってね。はい、見ていきます。この花は甘ったるい匂いがする。この花はバーベキューみたいな匂いがする。何それ、なんかついてくるやん。神みたいな匂い、土みたいな匂い、子供時代の匂い、うわ、老人の息の匂い、やめろやめろ。子供時代の匂いの横に老人の匂いを置くそのセンスどうかと思うね。はい、全部匂いました、特に意味もなかったわ。この箱、家に屋根が必要なんだ。はあ、屋根を見つけてきてくれたらゴミをいくつかあげよう。いらねえ。いるかどうか知らないけど使いかけのトイレットペーパーがある。いらねえ。いやあ、コサイン、はい、小さいのか。俺は石盛り食べるの大好き。でも俺動けない。はいはい、なんかいろいろアイテム持ってきたら進みそうやな。時間とは一時的なもの。はあ、わあ、なんかいかつい金魚がいんな。扉に輝きがなってる。どうも。あ、入っちゃった。これ戦いさやな、こいつと。僕は偉大なことをするために生まれてきた気がするんだ。僕も子供の頃はそう思ってたけど、そんなことはなかったな。あ、こっち行ける。お、道あるやん。と思ったらこれあれ一周したんか。そういう感じね。お、基本的に鍵変わってるとかばっかやな。あ、なんかある。外にいるのは誰だ。もし誰か外にいるのであれば、ちょっとした緊急事態なんだ。はい、茶色の魔法使い、トイレットペーパーと言ってくれないか。俺にラバーライトをあげるぞ。トイレットペーパー取るにはね、屋根が必要なんですよね。屋根って、屋根、別の扉行くか。ちょっとわからへんな。別のところで屋根を手に入れてきたらええんかな。ちょっと別のところ行こう。わからへんだ。君ならできるさ、レッド。何がや、適当に励ましやがって。屋根ね、中に入って人生最高のレースを軽減するんだ、人生最高のレース。めっちゃ眩しい。パーティータイム。あれ、またいるやん、スライムが。おお、あのレーサーたちを見ろよ。いつか俺も貸したいと思ってるんだ。俺の弟はファンタジーのゲームの方が好きみたいだが、僕もどっちかっていうとファンタジーの方が好きかな。方向量2回タップすると走ると書いてある。インフォメーションサイン、俺の目は上についているんだかな。はい、おお、ジャンプした。走らなあかんわけね。あー、なんとかちゃん、リスちゃん、お久しぶりです。新しい技術を覚える意味って何さ。新しい技術を覚える意味、ね、覚えることに意味があるんじゃなくて、覚えて何をするかに意味があるんじゃないですか、リスちゃん。退屈になってそのうち覚えたことを全部忘れ始める。はい、例えば運転技術の維持とかさ。実際のところ何に使うっていうわけ。結局のところ将来のことは考えない方がいいのかも。未来を考える代わりに目の前のことを楽しまなきゃ。自分の人生を宝石でいっぱいの動物みたいなもんだと考えないと。ちょっと例えばよくわからない。できる限り多く集めるのが目的。そうでなきゃ他に何の意味があるっていうの。未来より今を大事にしてるんだね、リースちゃん。なぜだ、なぜ私が、どうして私なんだ。こいつなんね、こいつなんやね。おお、見知った顔ばっかやね。いや、赤いの、ガソリンの匂い感じるか感じないです。スリルを感じるか感じないです。ワクワクしてきたかしてきたいです。レースに参加するか参加します。いいね、カードを持ってこよう。ふぅ、おお、マジでレーサーみんなやってる。すべてのレーサーを歓迎します。今夜も他のすべての夜も最後まで、だいぶ僕不利やな。なんやこのハンデ、嫌がらせか。最後までレースし続けます。どうすんの、どうすんの。まあこれスタートしてへん。どうすんの、これ。あれ、いつもの戦闘、いつもの戦闘やな。
さあ始まる。おお、いいねして。スロットル。あ、ちょっといつもと違う。普通にレース始まった。マリオカートみたい。あ、ちゃんとレースしてるね。あいつは追いかけるんか。あ、いったー。拾うもんやと思ったら当たったらあかんのね。曲がりすぎるとちょっとクラッシュする。クラッシュ。あ、これこれこれ、インを狙い、インを、インコース、インコース、インコース。いいね、いいね、いいね。失礼。あ、マッシュルーム野郎、あいつ測りやがったな。わざと左側に行こうとよって右側のね、障害物に当てるっていう上級テクニック。二重にいるんかこのレース。で、俺はマッシュルーム、卑猥な頭しやがって、二度とその面見せんじゃねえぞ。わあ、分かりにくい。くそー。はいはいはい。結構余裕あるんかな。3周するんか、ラップ3って書いてあるし。ああ、あと2周ね。くそ、まだ18位ですよ。はい、邪魔邪魔邪魔。急ぎすぎ、なんでや。急にチャンチョ君からの警告が来た。レースやぞ、急ぎすぎなことはないやろ。あー、ちょ、急ぎすぎた、急ぎすぎた。行き急い、行き急いだわ、今は。ここ難しいな。いいよー、一気抜いていきましょう。いいねー。誰も俺に近づけさせねえ。遅いよー。あと12。あー、ごめんなさい。なんとかちゃん。なんとかちゃんに当たっちゃった。名前売られへんな。一回、減速したらめっちゃ抜かれるやん。厳しいか。よくて6位ぐらいか。ああ、今狙って、いいね。はいはい。レッドはランクを上っている。あっ、ちあいつ、くそ、司会者に。おお、やられたわ。なんとかじゃん、最後に僕に触れてきたね。そんなに僕のことが好きなんか。オッケー、まあ次はいけるわ。10位、まあいいでしょう。いいレースだったぞ。練習を続ければいつか1位になれるかもな。いける気はするわ。どうもリースちゃん、さっきはなんかいい体当たりやったね。リースちゃんの猛アタックはね、なかなか効いたわ。いいよ、いいよ。さあトップ3に入った。2周目にしてこのスピード、完全に慣れたね。あー、ちょっとスピードすぎか。ジグに気をつけるなら了解。なぜかアドバイスをくれる。彼らはとても卑怯だ。彼ら、ね、ジグって複数なんか。いや、でもあのライオンはあかんな。自分で勝つことをも諦めてしまってるからな。自分を追い越すやつをね、応援するんやったらな、レースとしては終わりですよ。ジグ早いな、あいつ。なんてエキサイティングなレースなんでしょう。ジグの姿勢は倒れてしまうのか。ちょっと理解できた。寒い。一瞬減速して助かったわ。おい、ジグさんよ、お前一度僕今来てることを忘れてるんじゃないだろうな。うわーっ、あの野郎やりやがったな。それだけはやっちゃいけない。はい、じゃあな。さあ、ここを当たらずに行きたい。はい、完璧。おいおい、ジグさん、悪名高いジグさんよ。あれだけか、お前の嫌がらせ。その程度で僕に勝とうと思ったんだ。はい、優勝おめでとう。ほら、トロフィーだ。あざーす。あれ、あ、これか。トロフィー拾いました。やったぜ、ちゃんじょくん。前面にナンバーワンと書かれた大きな金属製のカップ、やりました。トロフィーを見せびらかすだけだっていいんだよ。いや、結構セリフが細かいね。お前が勝ったのは知ってる、俺もいたんだからな。いや、君の声援は聞こえてたよ。あんまりしてくれてんだけどな。入れるのは VIP だけ。ああ、食べる必要ない。もう知ってる味は。あ、もうこれ VIP 券持ってるから大丈夫だよね。VIP ルームってことは舞台いるんじゃ？いいのかな？あ、どうも、ノーズさん。こんにちは、レッド。こんにちは。ここには時々リラックスしに来るんだ。こんな砂嵐見てリラックスできんの？
ぼーっとして忘れることができるからね、うん、なるほど、何もかも鬱入ってんな、うん、すまない。あ、今くしゃみしたんですか、うん、手前のあいつスライムか、うん、あ、スライムか。僕の大好きなとこが来るよ。え、これ映ってんの何か、まあ今のはクールだったね。お前には何が見えてるんや。君と一緒に体験できてよかったよ。見知らぬ人、見知らぬ人、いい加減顔覚えてくれへん。多分薬やってんやろな。このレース場ではドアのかけら手に入らへんのかな。楽しんでくれたかな君たち。楽しみました。この優勝カップ、待て、はい、これは入ってきた時に使った扉と違うぞ。やばい、測られた、なんてこった、全然気づかへんかわ。いやー、着地直立不動、うわー随分通してきたな。しかしこのバランス感覚ですよ、ノーダメージと言ってもいい。どういったらいいの、このゲーム2回押してダッシュするのはいいねんけど、ダッシュしてる間方向キー入れられへんのがネックやな。光る鉱石を拾った宝石、催眠術のような感覚を持つ丸い宝石、どういうこと、日本語おかしくない。あ、どうも、また鍵必要なパターンね、パティーンね。ちゃんちょくん、どう、最近どうやって戻ればいいんだ。そもそもここはどこだ、どこもかしこもじっとりしてる。お、なんか顔に見えるね、気のせいか、喋れへんたわ。なやこれ、調べられへん。どうも魔術師さん、なんか服が保護色で見にくいね。私の目を見つけたのか。あ、このオパールですか、多分私にくれ。人に物を頼むときはあげましょう。ああ、一つ目なんや、かわいい。私はついに復活した。おお、信じられない、よりによって君は、ちょっとは見えへんだ、どういう意味なんだ。君もそこにいるのか、小さな赤花くん。敵を助ける、何、敵やったんか、敵、敵は黄金の豚、なぜなら、おう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 、はははは、私はずっと森の中でさまよっていたのかもしれない。しかし君は本当に迷っているようだ。なってるんですよ。とにかく私にも矜持がある。君は私を助けてくれた。君には借りができた。視力が回復した今、私は魔法を使えるようになった。魔法と視力は関係あるんか。腕がないように見える、私が手伝えるかもしれない。マジで直してくれんの、このジャイアントボルダーを邪魔しないように取り除くことで。ふむ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 ふ、テレポートした方がいいのかな。壊すかい、変身させてみては。おお、オワコン、オワコン、あの魔法使いが京岩を土鍋に変えたのか。変身させたってことね。結構有能な魔法使いなんかな。カレーの返し方を考えていたのさ。それくれんの、私は君が私の目を持ってきてくれたことに今でも感謝しているんだ。レッド、この恩は忘れない。あ、終わり、これもらえるってこと。やったー。いや、こんなものよりさ、鍵とかそんなにしてくれんだから。私が道のブロックを解除したら、さあ行くかよ。あ、この先行けるってことね。戦わへんだな、最近戦ってへん気がする。ちょっと待ってくれ。はい、仮に返しては返した。お、ってことはこいつ多分あれやで、黄金の豚の配下やろ。お前と敵対してることに関しては別問題だとか言って戦いそう。こいついいデザインしてるよな。私は、君は未だに敵だ。そんな弱った状態の君を見て、そうでないと不幸なことになる。え、どういうこと、どういうこと、そうでないと不幸になる、状況を利用する。おっと、戦うことやったか。いいね、借りはしっかり返すけど敵対してるってことはね。おお、急に始まった。ちょっと敵であることも忘れないね。やることはしっかりやるやつですよ、こいつは。いいね、なんかいい感じに難しくなってる気がする。
まあまだ余裕ですけどね、僕レベルになると。もうお店行ったりますよと思ったら、うわダメージやば、やべやべやべ、これあかん、うわこれ攻撃量が上がってんのかよ、これやばいな。終盤一撃死とかあるんちゃう、うわーこれ避けられへん、やばいなこいつ、こういうこいつめっちゃ強いやん、舐めてたわ、あっぶねー、あっぶねー、はいはい、オッケーオッケー、あ短くて助かったわ、攻撃力全振りなんやな、あまた目だけやってるよ、腕がなくてもまだまだ強いようだな、何これ僕がえぐり取ったん、目だ、あ目ある、だが知っての通りだ、別にそれはどうでもいいことさ、楽しい時間を過ごしたいだけなんだ、おかげさまでそれができるようになった、助けてくれたことは今でも忘れない、迷惑をかけない限りもう迷惑はかけんよ、キノコの森で楽しんでくれ、私はここで狂気に陥ることなく十分に耐えてきた、そういえば約束の時間に極端に遅れてしまった、また会おう、じゃあな、なんか喋りたいことだけ喋っていったのあいつ、ここはキノコの森なのか、ここには何かがあった、でも思い出せない、記憶喪失、主人公は喋れへんけど、主人公は記憶あるんかな、どうもウサギさん、ウササラビットさん、こんなとこで何してんの。